高宮まりは、日本のプロジャンシ、茨城県出身、日本プロマージャン連盟所属、27期生、4段。また、グラビアアイドルとしても活動しており、ジャンシとグラビアアイドルの活動を両立している。身長152センチメートル。血液型は、O 型。2013年に、女流モンド杯に初出場。決勝宅に進出すると、 予選トップの宮内小杖を追い落として2半層連続のトップで文句なしの初優勝。続くマージャンバトルロイヤルでも先鋒として大きなリードによりチーム優勝に貢献すると大舞台での勝負強さを印象付けた。ジャンスとしての目標は法王位を取ることである。グラビアアイドルとしての活動ではセカンド DVD 高宮まり女神み光輪が2014年11月17日付け、オリコンアイドルイメージ DVD 週刊ランキングで1位を獲得。2018年7月に発足した競技マージャンのプロリーグ、M リーグにて、コナミマージャン格闘クラブからドラフト2巡目指名される。思い切りの良い攻撃型のスズメ風から、猛撃プリンセスというキャッチフレーズがデビュー時から用いられていたが、 本人によると、あまり浸透していません。また、近年では、美しすぎる、女流雀士や、畜女なベルセルクというキャッチフレーズが使われることも、多い。登山が趣味で、モンドマージャンプロリーグの番外編として、第1回サバイバルウォーキング派や、高宮登山部といった企画が放送されたこともある。後に、マージャン遊戯王に出演した際に、趣味が登山であることを否定した。 ありがとうございます。